カメラを動かして周囲を見てください。シンプルに操作説明が入ります。はあ、いやでも分かりやすいですよ。あ、なるほど、こうやって、あ、フォーカス、はあ、もうカメラで監視してる感満載だ。他のカメラに切り替えてください。怖いな。テストみたいな。マップ出るんで、で、あ、こっちにもカメラありますよ、別の紙片。あ、変えれる。変えれますね。指定の場所でゾンビを投入してください。なるほど。あ、この下にある4枚のカードみたいなところですね。そうですね。×がついていない使えるカードを選択してもらって、うんうん、そのバッジ上に置いてもらえば入ってくれます。配置できる。はい。はいはい。これは分かりやすいですね。はい。あ、出た。つなぎのゾンビ。バカめ。食べられてしまう。あ、ちょっと、おい、なんてことをするんだ。頑張れ、お前。いけそうだ。日頃の恨みを。操作してください。え、はい、ここでですね、スレーブ化といいまして、うんうん、ゾンビに乗り移ることができます。これをホールドすればいいですね。サバイバーを攻撃してください。あの人向いてるな。ゾンビの操作をやめ、カメラモードに戻してください。用紙で戻る、はい、死亡したサバイバーはエリアの開始地点でリスポーンしますが、脱出のための残り時間を大きく減らすことができます。あ、時間あるんですよね。もう一回できるんや、向こうは。そうです、時間は減ってしまうんですけれども、あのリスポーンで指定の場所にトラップを仕掛けてください。ここに、はい、トラップを仕掛けます。バカめ。ははははそんな簡単に引っかかるのか。スキルカードを使ってサバイバーを倒してください。分かっておるぞ。撃ってやる。おてんぺんぺん。重心モードを解除してください。痛いか。開通したわ。はい、別のカメラ。バカめ。引っかかれ、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 引っかかれ。こいつだな、よし。すげえ楽しんでる。アルティメットスキルか。ちょっと家での平井さんが心配になるぐらい楽しい。あらぬぅぅぅよかった。よかった、この子じゃ。よかった、一人。一人でもこうやって遊んでるな。いや、ボタンにめっちゃ力入ってました。入りますよね、それ。入りますね。一発で、はい。リスポーンができますんで。あで、ここで、はい、チュートリアルは終了となります。そうか、今の攻撃は強烈なわけですね。はい、あ、一撃ですかね、あれがうまくはまると。あ、そうでした、はい、三角ボタンめっちゃ長押ししてた、はい、じゃあ引き続き、サバイバーの方もチュートリアル画面ちょっと見てみましょうか。やってみろ、お前たち。